この子はなぜ私を慕ってくれるのでしょう。あなたは何者なの。研究所でロベリーたちに解析してもらわないことには始まりませんね。そうですね、姫様。なぜ？こんな時に魔物まで！Yeah.
Thank you.
どいてください。
これには古代エネルギーと未知の技術が使われている。つまりこれはミーの知らない全く新しい方のガーディアンである。シーカーストーンを含めた古代遺物の力を増幅させる機能はその技術の一端に過ぎません。なるほど。だから私たちまでシーカーストーンの機能を。その上、この中にはウィーらが想像もしないインフォメーション、情報が眠っていたのです。はーい、ジェッキー。このガーディアンに記録されていた写真をいくつか取り出してみたよ。お、これは。うん、まず間違いなく薬剤復活直後のハイラル城と言っていいね。内部から情報を取り出したはいいものの、その大部分が破損しており、ですが今後解析を進めればまた何かわかるかもしれません。これが薬剤が復活した後のハイラルの姿。こうなってしまったらもうハイラルを救うことなど、これまで考えてきた対策のみでは足りないのでしょうか。もしも薬剤を封じることができなければ。いえ、絶対に防がなければ。